み立てて自分狙ってきます。西道コーナーです。3番のあっちゃん安田玉に10年期待値決めて買うと取りこぼすことが多かったので2016年優勝涙の優勝ちゃんと的中率考えて期待値は出しちゃう。適当には出しちゃう。1000キロ伸び見せることができる。適当出したら当たんないんだよ。普通は京都の2人を追ってない。結構適当出してこれだけ出せば当たるだろうとか言われるけど、こんだけ買えばとか言われるけど、何番3社が中で6番で210通りあるやつどんだけ買ったって50点とかでしょ。今初めての2回がその役の質問になりながら、そんな適当だったら当たんないよ。臆することなく動いてゴールまで粘れるか。9番渡辺は1万人から50万人1回やって当たれるわけですよ。そして全部1枚切ってるもんね。狙ってきます。立て足を踏めている1番小原、最高の位置取ったよ。から2人に続いて直線強襲のシーンがあるか。青葉1センターです。九州三社が後ろから台の前は2番の中本が回っていきます。4回の最悪の点ではバーテ周りも含めて3連敗のゴールがありました。ライの前まで後ろのポジションを取っていくのか。2、1回狙うときついよね。あ、6が注目つけた。久々の実践になっています。熊本連携番手回り5番の側がその後ろ続いて10段後方から2番中本が上がってきますが、松川が少し踏み遅れていますが、前は早めに2番中本が抑えました。赤番中間に入ってきます。8番松川追いついている番手、これで出していいと思っちゃうね。2番は引きました。もう出すね。が九州を抑えていく。今度は主導権7番3戦に変わった。9番渡辺、4番大原、だってこうなったら91が強い。10番中本だ。そうだね、この形を作れないよ。4番山田、6残ってないやん。600メートルか踏んで、これもうゴール線が残り200メートルぐらい。1番渡辺が番手少し高を置きながら、1番小原、2番の中本中段で、今度は京都渡辺と合わせて踏まないと。4番山田の中が中段から前に中岡が9が余裕だ。9番渡辺が番手牽制した1センター、乗り越えるか。いやちょっと遅いね渡辺優太踏むの。いや信じられないよ。後方から渡辺がさばきながら、その外4番がすごいね。危ないけどね。9番渡辺先頭だ。そして1番小原がその後ろはどうか。これ2つが入れてメッセージやる。1球がないよ。9がちょっときついんじゃない。もうおい危ないよ。こんな一緒だよ。危ない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 。てか渡辺でもやっぱワンテンポ遅かったね。あれもうワンテンポ早く出ないとね。小原もかなり詰めてきたんですが、9番渡辺がいや多分残そうとは考えてないと思う。あれ話し合いできとって、でもあそこで出るよりかギリギリまで溜めた方がいいという判断やったけど、4が横強いけん危なかったよね。前に踏み込む感じで1番小原が続いてきました。スロースローは切り替えて上がった2番中本、前の難関の争いがハンドル投げて一瞬一かっていうところ、もう一回切るハンドル投げて渡辺がハンドル、わずかにゴール前小原の調子を進めています。中のマッチ決まった中、9番渡辺が人気に応えての1着、迫った1番小原が2着、まあ、最初に言った話の通りです、ね、となっています。6、9、1、2、8、5で並べば2番選手はそこから全く縦に踏まずに9、1が踏んでくれればとりあえず3着は取れると。まあちょっと自転車が出て2着1着取れれば A に上がれるけど、最低 B からっていうところやろうね。これ仕方ないよね、 G1 やから。先頭員は古谷隆明選手。ほぼ想定通りやったね。番長は第4レースの1秒戦、これから選手紹介を行われます。ここはライン地区別に細かく4つに分かれてこれから出来上がっていきます。一番長いのが近畿の3社になります。桜の木の1番中西に7番村上、9番神田が続いて1番、7番、9番になりました。8番坂本には3番佐藤で、北日本は8番、3番となっています。やっと1個九州坂の2人が2番、九州の山田に5番の新井で2番、5番になりました。あとは地元の情報4番、小林で、まあ、でも1位やろけね、多分取るとき2番とかね。決定です。ヤヒコ芸人第3レース決定。9番、2着、1番、3着、2番、いくら？317枚、第3レース、32万ぐらい。資金をお知らせいたします。枠番、2連勝、屈指、まだチャラはいったんか。270円、枠番、2連勝、短式、61、410円、3233、茶番、2連勝、屈指、1番、9番、270円、茶番、2連勝、短式、9番、1番、300円、いや、勝ったやつ、3連勝、屈指、仕事やけ。2番、9番、610円、むしろちょっとしか売ってないんですよ。9番、1番、2番、はい、912で1020円ですね。これもうほとんど展開通りでしたね。思ってた。そのまま予言者のようになってしまったっていうところでしたね。
友達の欠損があった中川、一気に前の向こうでのスキルを狙ってきます。9番園田はその後ろからになりました。2015年強襲してヤクルト G1 タイトルを取った園田、それ以来の出走なんですが、切れ味を見せて、てかもうできたよ。逆転を狙ってきます。どういちゃん16243球だね。止めてチャンスを伺います。ロックが7番手から全然から、中川これだと前取りだけもう粘れっけ。7番手下げるし、切れ味ました。で多分もう川口も中断だったらもういいでしょ。足を出してゴール前に粘ることができるか。一番柿沢は流れの連携うまく生かしてスローだよ。スキルを狙ってきます。8番神山がその後ろ。新王杯は1996年97年2000年と3回の優勝のゴールがあります。今日は中野の後ろからしぶとく伸びる見せるところです。バーローンも来てやん。1番川口率いるチームが後ろから高く見えるある川口なんですが、今日はラインの前いつかからの先行勝負があるか。スタッフみたい。ケースも動けるんですが、川口の後ろから直線さあ6番の川口、川口行った方がいいけどね。ちゃんとね中途半端やね。菊池と6番川口が一緒に上がっている。菊池が中大になっちゃう。5番菊池が真ん中、その外の6番川口で菊池がそのまま後ろ引っ張っていくか。6番川口も中途半端やね。川口ね、菊池はここは車を引いて少し2番竹内が離れて、菊池が2番手内側でさばきながらになっていくのか。1番柿沢で今度は菊池が前に出ていく。1番柿沢、8番川口か、6番川口は短期になっていく。これ2番全然ある。あ3番これ一まくりやない。最悪だ。中川の繰り返しもう行かないってことだよ。全然なんか中川のかましが決まりました。あとは2位のワークリー勝負。7番どこまで行けるか。前3人ラインで出てこの3者が4番手以降離した。追ってるのは中川の2人だが、出したら終わりよ。3番中川先頭、4着ぐらいになっちゃう。7番港差を詰められるか。5番菊池、1番角沢、前3番中川横の待った。3番中川、9番園田の追い込みだ。園田中川、園田がゴール。最後は1着から決まっています。ここは九州の1着争いになります。園田が最後の勝負を捉えたかどうか。粘る中川と争いになっています。ライン続いた港は3着。最後の勝負で番手9番園田が逆転か。3番中川と争いになっています。てるかもしれんけど3番中川が前少しもつれていたところ、タイミングよく後ろから仕掛けていきました。続いた園田、港までできて、このラインの勝負で最後は九州の一騎打ち。番手から甲子の追い込みをかけた園田、園田がわずかに中川をゴール前捉えています。9番園田が寸前逆転劇を見せて追い込みの一着。先行から2番手中川の一着。6番に行かせてから自分が行けばね、6番中断で中川無風だけど、あの7番手引いてねスローできたのにね、わけはこれよね。先行くので624にね3を抑えさせて、その上から行った方がどう考えたっていいよね。中断も惜しかったよね、あの感じやったら。中断取りって無理だよね、普通考えてね。わけはこれやったね。番組は第6レースの一次予選、これから選手会が行われていきます。ここもラインは3人ずつ3つに分かれてから出来上がっていきます。2人の3人は99キロ5番小松崎に、1番長澤、7番大森で5番1番7番になりました。通信国はジャスト20倍鳥取に2番ガスの岡山ので取って、この G1 大舞台を迎えています。自身は2回目の登場になりました。まだ早いよね。勝負どころをトップスピードに乗せて A キロ仕掛けをつけて豪快に鮮やかにおスキルを狙っていきます。7番山口大輝がマークに上がってきました。去年から何度か連携ある岐阜の2人、今日もしっかり生かして続いての追い込み勝負です。8番金子は眠くなる。2013年レスの前の仕掛けに続いて追い込んで G1 を取りました。明日も3日間やりますよ。明日から3日間初めての勝負です。中断はしっかり1番対策は4番手、前回の久留米は自力で2勝を挙げています。今日も自分のスタイルを貫いて一発を狙ってきます。3番の小川は練習仲間は寝たけど、島川マークでも寝ても3時間に作れるか。5番山中はスコップでまとまってライン3番手です。そして難関三者が後ろから、9番野口は7番手ライン聞いて、狭っ私の後がかりの先行勝負を見せることができるか。狭狭よ、一気に動いてゴールを狙いたいものです。2番の岡村は野口の仕掛けに続いて直線差し切りに作れるか。4番萩原がライン3番手で続いています。狭め青番3コーナーから2センター、
ライン3人ずつ3つに分かれて9番野口が戦いの先端を開いてきました。9番野口が上がっていく、6番島川の横、島川も一緒に上がるか、前には1番山口健也ですが、めがけて一緒に上がった人と難関で今度は9番野口が抑えました。前から島川が4番手を切るでしょうか。山口健也は一旦7番手、山口健也7番手で本当に全開でスピードを上げていっている。主導権は難関3者、2番の野口はもう玉砕だ。続いて6番島川中段、3番の小川、5番山中、続いて山口健也は7番手、山口健也は7番手でそのまままくり勝負になりました。9番野口が明一の先行勝負で飛ばしていく。2番岡村、5番岩原、続いて島川が4番手、山口健也は7番手、6番のアタック、インスピード、それを見かけて山口が鋭い、それに合わせて小川、1番を2番岡村が打った、1番を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 1この2選手が最終回それぞれ落車してしまいました。どう見ても落ちた短期間の1番台本圏が後ろを離しての先頭、上下げたね。追い込んだ3番岡川が何倍自分の俺5倍続いていた5番の山中が3番でその後ろ6番島川が続いていましたが、2選手落車で2選手とも立てない感じです。あ、でも俺178書いてないよ。7番の山口大輝、178買ってなければもっとつくよ。でも178買った気がする俺。で、単価が運ばれていきました。3コーナーのランプが点灯しています。3コーナーのランプ点灯でレースは審議です。レースは島川が中段からまくってそれをめがけて、ひどいね、1番の山口健也、山口健也が4コーナーで先頭に立って、あとは後ろを離して最初のまくりを決めての先頭、9番選手の脇沿いして島川のまくりに続く感じから2番手、続いていた5番山中が3番手です。数の変わっての上位ゴール体制、1番山口健也、3番の小川、5番の山中、6番島川の順なんですが、このレースは3コーナーのランプが点灯しています。その3コーナー2番岡村あるいは7番山口大輝と負ける気がしない。一応のゴールは1番山口健也、3番は5番山中の順と伝えておきます。お知らせいたします。ただいまのレースは第3コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は2番および6番です。26審議対象、結果と決定はしばらくお待ちください。上優着には関係なしと。いくら審判放送がありました。2120レースの第3コーナーのランプ点灯、審議対象は2番の岡村と6番島川、この2選手と発表されています。この2人なんですが、ちょっと生きりすぎやろ。そして島川は4番手の方ということで、上位の3選手は関係がない感じになっています。だって当たり前やけ。そして現在のバンプ内なんですが、落車してしまった岡村山口大輝とそれぞれ車に乗せられて今バンプの外に出ていきました。そして関東のところなんですが、まだ10レースの選手は姿を見せていません。9レースは第3コーナーランプ点灯で審議とはなっていますが、その審議対象は岡村、島川ということで上位の3選手には関係がありません。現在はバンク内落車してしまった選手がそれぞれ車に乗せられた後、この後関東のところから10レースの選手が姿を見せそうな。だけどこれ1話しか書いてなくて13個だって多分エグいと思う。予選は落車があって7倍とか書いてました。審議となってこれ乗った人はエグいよ。上位の3選手は関係がありません。モラスレベルやと思った。先に入るかもしれません。1枚買っときゃ7枚やけど、関東のところは10レースの特別選抜予選9選手も姿を現して118万5080円。まあ、10レースの選手紹介、そして9レースの決定、150820お待ちいただくことになると思います。現在関東門では9選手10レースを走る選手が姿を見せています。審判総です。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は2番および6番ですが、3着までには到達しておりません。弥彦競輪第9レース決定。1着1番、2着3番、3着
5番。今ヤマケン外国言うんじゃねえのやつ。引き続きまして第9レースの払い戻し金をお知らせいたします。いや別にいいけどね。枠番2連勝なんか飯食いったかと思ったけど13530円。枠番2連勝短式13720円。茶番2連勝不式1番3番510円。茶番2連勝短式1番3番660円。3連勝不式1番3番5番1270円。俺らは早く寝たいねとか言い話しちゃったもんね。2120円。俺らの労働時間エグすぎるねって言ってね。1番280円。1番5番。はい、これ100万中ぐらいですね。目的中110万115万ぐらい115万ぐらいの的中と的中したらおめでとうございます。僕も豆まきも的中なんで、まあどっちかに乗ってたら的中してるでしょ。どっちも同じぐらいの構成って1ラ3とか売れとうけどね、多分5倍使うぐらいだった。9レース一次予選ちょっと俺の方が上ぐらいですね。山口健也2着3番小川福島です。3番新田が1番前、これは2005年のシノワ以来自身の悲願達成に向けて一気のスピードを初日から見せて前を捉えて好スタートを決められるか。7番佐藤が続きます。盟友とも呼べる福島連携、今日も存分に生かして逆転のサスケリを狙います。その後ろから4番清水が行きました。ブレードレースは決勝進出を見せています。今日は前回りでタイミングよく一発仕掛け決められるか。2番松浦は1年を通して休むことなくレースに出ています。僕のところのサマーナイトと松戸での優勝がブレードレースではありました。今日は清水の仕掛けに続いての直線を追い込む勝負です。そして5番平原名前に一応したからね。5番手クリミナルは去年記念を制して全てを記録しました。今回は10番の舞台自力一発を短期で狙ってきます。青番1センターです。6番深井率いる南関勢がその後ろから、深井は2014年疲れずに勢いを逃げ切ってヤクルトの G1 制覇がありました。今日も思い切って仕掛けてゴールまで粘れるか。9番の平原まで連れてきてほしいけど、難関絶好の目標から一気の抜け出しを狙います。6、9、1、8、5で並んだら最高。グランプリレーサー1番まだ完全に同じ展開勝負で、8番小翔は6、9、1、8、5、4、2、3、7、オールスターで脇本を追い込んでの悲願の制覇がありました。今のところ難関勢に続いてレースが動いた。6番深谷が上がっていっての赤番周回、前では3番に行ったですが深谷が抑える。3番に行ったを抑えてきました。5番順次1番まだ8番小翔まで続く。そして今度は4番清水が仕掛けるか。清水と新田で中段のゴールになって中段が並走だ。外に4番清水、内に3番に行ったで、やりやれやりやれ行ったやりやれ行ったよ。これ弱いけ。6番深谷が先頭で番手9番軍事、1番和田が続いて8番小翔が4番手。中段攻防が岡島外中国の先手削れ削れもがけ削れ1センターから2コーナーもがけ1番深谷が逃げて9番もがけ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 中段攻め3番手2番手の外、その次4番清水ですが、これは軍事が牽制した。軍事が牽制して内を進めながら1番和田が踏み込むか。横からまた6番手9番軍事、外から小翔を引き軍事の立ち上がる想像に中からわずかに軍事か外小翔わかりません1番和田がいました。わかりません番手からわずかに通る前はわかりません。8、9、1、5が8番小翔です。8番でもないとわずかに軍事が持ってます。持ってます。持ってます。接戦になっています。8番小翔と内から1番和田も迫っています。待ってない6番9がちっちゃな願い願い見ろボンバチの願 い, いや願いまだ9がちっちゃる感じまだ9がちっちゃる願い願い打ちを進めながら伸びてきたのが1番まだいやでも1もね9番軍事いやある展開を上げて9番軍事がそのまま直線わずかなんですが後続の追撃を受けて1勝敗差し切りに決めています。2人がボロ勝ち2人がボロ勝ちこれ200万超え9番軍事公平、8番交渉、1番技の追加を出しています。9番軍事公平が番手化して実話を制してこの友達としての初日コースタートを切りました。この後の決定までしばらく待ちください。危なかったね。8、9、1。12レース交渉強かったね。交渉強かったね。レースの実況お代わりにしませんでした。見たの深谷選手を受けて番手は軍事公平選手で何枚9、1、89、8です。
かちょっとね、思いがけないけど34枚だね、うん、12万くらいじゃん、また758万34枚いくら弥彦経理第12年35.5番決定10万ぐらい9番うわ結構高かった2着いやでも10万いったらすごいじゃん20万超えてる3着1番あれってことは当たったのあーちょっとちゃんと35.5番じゃん第12レース、うん、3550円払い戻し金を10万余裕でいってる12万ぐらい枠番不燃焼複式66870円落ちないっすよ枠番終身して キャモンはいくら回収キャモンさん何枚やったんすか8番なんでなんすかまた1万削られたよ前の中でまた6万買ったのに合計209,000毎日無限に買ったの1180円3連勝前はしか209,730円はい、眠いながらもしっかり仕事させていただきましたありがとうございます俺でも計算してくれて1番9番758万1番8番680円以上でございました12レース日本多数150万1号08422着8番故障です419万9320円3着1番ちょっと待って419万9320円これ俺と同じ方して買ってた人は俺と同じ金額俺と同じ買い目で買ってた人はいくら売りの時を190万円くらい195万円これエグいっすもん興味僕いらんとこキャモンさんバカにしたんですけど僕もいらんとこめっちゃ買ってレース見てみてちょっとこの発展エグいっすまあまあ、痛いやろ、そうしないで、平成マッサージですよね。キャンボさんやばいっすよ、反省した方がいいっすよ。いや、キャンボさんはだってもう見たしてるよ、ダメやったよ。だから軍事すごかったよね、ここも 踏んでいいタイミングで踏まやったよね、ここでね。だから一番が困ったよね、ここでいかんけん、これでもまだ、ね、残しとおうとしておけん、すごいもがきやね、負荷やね。あら、伸ばしてはきとうけどね、あの位置もね、怖いんだろうね、もう落車がね、多分ね、4番手、5番手いけないの。結果はこのようになりました。で891で持ってないんだもん、もうないんだもん。いや9の16の前やばいじゃん。いい3倍ってことですね。はい。結果はこのようになっています。それ何パーよ最終です。というところで30パー40パーぐらいある多分。意外だったですね。今動かしてシミズはそこから前を下がった。エグいっすやんマジで。キャモでもまだないともう一回ルールと回すかもしれない。エグいっすやん。前もの10万が一番来たリトルデビルみたいな感じで6万買ってんすよ、目標でじゃあ7万買ってるっすよ、これそうですね安いマック入れたら8万5千9万ぐらい買ってる豆物桃鉄で、だからお金を貯めようときにリトルデビルがずっとつき続けるリリ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 200万プラスになりました。明日も多分野球場やると思うんで。後半レース野球場やるのは無理やね。でこの後全着で眠くなっても無理やね。後半レースは野球場で眠気を覚ましたいと思います。音もなんかドゥインとかさバーンみたいな音とかがさ眠気覚めるよね。これ向こう側に戻って。それじゃあ一旦配信はここで終了させていただきます。明日明後日しあさっても僕配信するんで3日、今回は4日間ですね、丸々、G1 は配信させていただくんでよろしくお願いします。明日と明後日は翔太くんの予定で、しあさってがまたまめまめしく来るんでよろしくお願いします。それではまた後でお会いしましょう。バイバイ。はい、1番の菊池タケトが動いて、どうしますか、これ、原口、抑えますかね、いつか。抑えずにいっちゃうと、結局バッティングしますよ、これ。1がいった後、9がいこうとするでしょう。1、これも出させないですか、菊池が前に出ました。出させるのか、竹内を。今度は9番、竹内。こうなっちゃうのか。抑え込んできます。1番、菊池も前に出ました。でもこれ、突っ張りますね、これ、ケース合いですね。前輪はかかって、竹内は引いて番手、4番はちょっとこれ、水槽、あれがない。
言ったらまた水素の権利なしと。この間ならば選手のアタック、竹内をもう一回踏みたいところですけど、竹内も踏めずと。これで一番選手がはまれるのか、竹内がもう一回行く。畑田がこれを使って5番の盾ですかね。これでここから5番の盾が取ってきそう。8番が行かないなら、5番がこれ外行っちゃって、7番鳥取、さあ刺されないなら7、3、5にならないか。さあ的中、さあ今宮崎は安く決まりました。離れた最初がゴール前、5番山本が上がっています。これは20枚ぐらいですかね。岡山のワンツーが鮮やかに決まりました。7番鳥取が絶好のタイミングで一気にかまして、1コーナーでラインで結局5番の山本、まあ、あのコースと回ってきたら伸びあぐねるんですよね。バックから3コーナーにかけて後ろを5サーブ、ヤキコはさっきも話したんですけど、このコースじゃ伸びないですよね。4番選手が通るようなコースがいいですよね。4番選手も9番選手どかしてと、足がなかったですけどね。4番選手、4番選手が通るコースが一番伸びるというところですけどね。コースロスもないんで、これはもう自力でなんとか竹内は3着まで来たっていう感じですよね。竹内じゃないですよね、山本は。マーク3番宮城が2着、 18.4 倍ですかね。 18.4 倍、5番山本が伸びて7番、さらには下がりました。だいぶ下がったね。この後の決定まで25倍ぐらいあった気がしたけど、20倍ちょいぐらいやったら、21倍とか2倍ぐらい、 10% ぐらいで、4800円料理でございます。戦闘員は上原龍選手でございます。あ、りょうよさん、あざます。りょうさんもありがとうございます。女性さんも的中とおめでとうございます。おめでとうございます。楽曲さんもありがとうございます。おめでとうございました。あ、ひろゆきさんもめっちゃ勝ってました。ありがとうございます。ここは4番、9番、1番でラインが出来上がっていきます。メガホンさんもおめでとうございます。これ1点がさらやに7番笠松が続いて、メガホンさん1点が7番になりました。南関静岡の2人は6番111キロの続きに5番の萩原が続いて6番5番になっています。あとは関東、いや前売りでなんか安すぎるなと思ったっちゃ、ここだけ20倍台やって、2番末期が続いて2番1番となっています。2レース決定です。ヤヒコ競輪第2レース決定は、1着7番250万、2着3番これ毎回全体が高くなる、3着46万ジャストですね。プラス4199320までいきましたね。中が前受けだよ。これはもうできたんじゃない。5198267344で並ぶと思うけどね。今日も一発をかけ見せることができるか。ないやん、それだったら。それだったらもうないやん。プロだった長尾がライン3番で続いて上がったチームの3者、まずは深谷を抑えていく。深谷は一旦このままいくか。赤番周回、8番の谷口が前に出ていきました。2番の際、6番長尾がついて、これを入れるかやね。今度は深谷が中段外に上がる。うわー、すごい援護された。おお、そのパターン、これ9が切れるんちゃう。うわー、8番やる、やる。ハマリケ、ハマリケ、8ハマリケ、深谷が前の谷口を抜いた。深谷5位にセンターのカーブ、わー、これ鳴らすよ。深谷が力でねじ捨ててきました。いや出るけど、でも7足ある、7足ある。ライン3人できるか。オッケー、3番手にから、あ、今度は中川行った。中川スピードが違う。いやー、人が飲み込んだ、飲み込んだ。これは飲み込む。翔太くんの 1,2,3 あるのか。7,3 だよ、7,3 だよ。あれー、翔太くんもらった。山田の追い込みが、山田がサスキリを決めています。翔太くん、フリーザ様が出るのか。フリーザですよ。取りは下に皆さん見ましたか。やっと的中した。中が 1,2,3 やりましたね。中川誠一郎、誠ちゃんありがとう。その後ろ三着争い、高原まで続いたかどうか。イエーイ、ワン、ツー、スリー。高原も準決勝へ。最後のカードは最高高、佐藤慎太郎は敗れる。全然伸びないですね、佐藤慎太郎。3着が微妙ですね。3、7、4か、3、7、2か。
角度変わって山田は差し切りました。中川にバックの2着、3着、4着、非常に際どい中で、サナ4ですね、サナ4。4番高原まで 83.6 枚、何枚、しかし2番の浅井も迫って83,600円の出来中。ちなみに73は2は、あ、ごめん、372、あ、同じやん、88,100円、110倍。いや、でもよかった、まず流れ変わった。翔太君が坊主回避。6番長尾再現になるか、今日は抜け出しを狙ってきます。4番谷口が上がってきました。2センターから4コーナー、谷口が上がって9番三谷の横、71、75来たので美味しいね。4コーナーをカーブして赤間にあるところ、4番谷口が上がって深谷を振り込んできた。9番三谷がそれを見て3番で最後に踏み込んできました。1番稲垣、8番港、大森まで連れて4下で前に出ました。そして今度は2番深谷が、いや4が切れとん、深谷が一気に三谷を叩きにいました。いやそれは合わせきれんやろ。2番の深谷が今日もかまして成功を見せた。三谷飛びつこうするんですが、7番鈴木が番手を守って5番小原までできるか、小原までできました。本家南下の差し使い引いた三谷は4番手、自分もあるよね、はいはい、2人ともあるよ。センター2番深谷がちゃんともう1回踏めば1がね、1切れるけど、5番小原、もう1回1これ切り替える、4つかはありそうやけどね、さすがに。それでもなかったらウケるね。7番鈴木、その次は5番小原、1番小原、4番小原、4来たよ、4来たよ、4番谷口迫る、4番番手から7番鈴木、7番に5番小原も2着上がった。7番鈴木ロスが絶好の展開を戻しました。一気の差し切りを決めています。5番小原も続く形で2着、かました2番深谷3着で中の 1-2-3 が鮮やかに決まりました。7番鈴木ロス深谷のかましに続いて満着の体勢から直線全然美味しくないよ。5番の小原も絡まれる必要にあったんですが、しのいで鈴木に確か俺10万しかかってないかまして、大いにファンを沸かした2番深谷、深谷が3着での難関上位独占が決まっています。角度変わって7番鈴木番手差しでの1着、とりあえずチャラ続いた5番の小原が2着、先行した2番深谷3着で、いや4六のスピードすさまじかったけどね、2番の順となっています。いやいけるかと思った一瞬、7個にやったら7個にですね、勝ちですね。レッドブルの俺戦闘員は上原龍選手でございます。おいに元気がない。番長は大会を知恵とったら終わりやねん。これから選手会行われます。ライン大きく3つに分かれてこれから出来上がっていくところです。これから各ラインが出来上がっていきます。9番17期の岐阜の山口が上がってきました。後ろは少しで2番香川と4番山中、9番今日は今150万としとけ、4万勝ち。おそして7番中間に入っていく、まずは5番の軍事が動いた、軍事が動いて故障を抑えていきます。故障を抑えて軍事が3番手を主張する、故障が3番手になるか、故障が3番手、新山5番手で天貝が切り替えながら中川が天貝が中川の位置を拾いに行く、3番の新山が仕掛けている、さあ新山アタック、6番を突きに行ってますけどね、6番は3番手が欲しい、番手に上がっている5番の軍事、今度は天貝が2番手外、番手勝負、3番手降りるフィント、中川のアタック、さあ止まった、3番新山番手8番を引き、番番強いぞ新山、新山粘る、粘れるか、粘れるか、新山新山粘る、粘る粘る、新山さあ押し切り返せ、さあ8だ、さあ8だ、やばい、さあ8だ、3倍かけたの、ここはさあ8、3倍かけた掛け金、3番新山恭平です、どう高めです、どう高め、準決勝戦逃げ切りのゴールを決めた、これは遠くない、遠くないの的中が来た、ワンツー、ここも北のワンツーが決まりました、580倍、すごい、持ち味の機動力をフルに発揮して他の機動力新山が粘り込みましたね、全員玉砕しましたね、交渉と源氏と新山恭平逃げ切りを決めています、387か378か、アンチャラっぽいですね、山田が3着でのゴールになりました、角度変わって3番、これは特大500万はいったか、大月も続いての2着、500万以上はいってそうですね、
この3選手が明日の決勝戦で、3番新山恭平は逃げ切りで、2016年の11月競輪祭以来およそ5年ぶりの決勝戦、5年ぶりの決勝戦、この後の決定までしばらく待ちください。一気に来ましたね。ここで12レースの出場選手は出走表通りでございます。58,270 ですか。のりゆき選手でございます。バンク上は最終、さあ枚数を見てみましょう。これから選手紹介行われます。さあ、ちなら35枚、2つに分かれてこれから出来上がります。ファントムの2人、1番87キロヒラールに地元の諸橋です。1番5番でラインが出来上がっています。近畿は3社で9番103キロ野原に4番村上、3番村田で9番4番3番の順です。中四国は2番109機の大谷、7番松浦が続いて2番7番になりました。福島は8番渡辺、6番清水、8番6番です。決定です。さあ、ちなら35枚、ヤヒコ競輪第11レース決定。1着さあ、ちなら35枚、2着8番105枚ですかね。105枚の出来中、やば、600万近いですか。600万ぐらいの出来中。第11レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝復帰 105×58,270 611万8,350 ですね。611万8,350円の的中。これで1200万超えたと払い戻しは1200万を突破。2530円ね。粘る新山でしたね。3番、8番、大月まで連れ込んでど3番、7番、8番、1万5,162万750円。3連勝短式、3番、8番、7番、5万。ここでやっと、やっと来ましたね、一歩大きいのが。3番、8番、1,420円。3番、7番、2,780円。あー、乗ってた人多いんじゃないですか。これは乗ったでしょう、みんな。以上、ありがとう、コールが。的中した方、おめでとうございます。おめでとうございます。1着3番。3% ぐらいおっつけなくさせましたけど、勝負に出ましたね、僕も。3着7番。70万円投資で捕まえたと。あの、爪が前の6番、旗段を抑えていく。4番の堤、9番山中、7番三宅、8番の長尾まで続いていて、今度は渡辺がかます体勢を取っている。2号中のバック、難関の2人がかましてきました。5番渡辺がかまして切り前出た。1番松谷が続いて、1番に相手、埋め切り中四国が打っている。6番渡辺は8番となりました。5番渡辺がかまして、1番松谷が続く。座を爪にかかる3番組。久米が差を詰めていきます。4番堤、9番山中、7番三宅、続いて1センター上コーナー。さあ、久米がまくり返してきました。久米が行った、松田にも牽制するが、久米のまくりが決まる。4番堤、9番山中、後ろから切り替えて長尾も短期にまくっているが、1センター上コーナー。3番久米先頭で、その後ろから4番堤の奥村、4番堤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 、1着から総合ゴール前楽決まりました。1着から総合しわざくなっています。最後は4番堤か9番山中か、そしてゴールの前でもつれがありました。2番の稲垣と7番の三宅、この両選手が落下点灯しています。ゴール前の先頭争いも決まらなくなりました。4番堤か9番山中か、3番手は3番久米が粘っている体勢に見えます。8つの2つのうち7番三宅は今自転車を持ちました。自転車を牽引してゴールを目指しています。あと5メートルというところ歩いて、懸命に今自転車を持って8番手で7番三宅はゴールに到達しました。あとは2番の稲垣なんですが、稲垣は係員が寄って今自転車が移されています。8人がゴールということになりました。稲垣は落車危険ということになります。4コーナーのランプが点灯しました。4コーナーランプ点灯でレースは審議になります。3が絶対足りない。これもう4日連続よ。続いた4番堤と9番山中、絶好のようなまくりでものすごい勢い足りない。際どくなっています。その後ろが遅れる感じで2人落車がありました。最後は4番堤か9番山中か、はい、天才9、4、3
9予想あるか決まった中、あ4球3安定雑誌の4番よしよしよしマッサに対して有利か9番山中もかなり素晴らしいこれこれ2人とも坊主回避ですかね3番組めば枠で切って3番手で上位優着には関係なさせ9番選手はもしかしたら関係あるかもしれないですね2選手落車転倒がありました4コーナーでランプが転倒で現在審議になっています。現在のバンク内ですが、落下した稲垣、そして最後で経営でゴールした三宅がそれぞれ組み合わされています。3倍 ?6 倍 ?4… お知らせいたします。ただいまのレースは、第4コーナー付近の事象について審議いたします。プラス審議対象選手は2番です。審議の結果と決定は、しばらくお待ちください。関係ないね。まあ6倍ですかね が入りました体重4万ぐらいじゃない第4コーナーのランプ点点と審議対象は3890円最終稲垣と発表されています。稲垣は落車棄権しています。上位の選手には関係がありません。4球戦やろ、はい、今田本から何マジっすか7レースの選手が変わらせました。選手会行われています。2万3万ぐらい3万も行くかどうか微妙やん。第7レースいやエグいな3万ぐらい3 6倍いったギリいったぐらい。先頭員は藤原紀之選手でございます。バンク内は7レースの選手が始まっています。途中6レースの決定も出るかもしれません。7レースはライン大きく3つに分かれたところになっています。4K さんは僕は181枚の的中ですね。93社は89から3番山田に5番7番岡本で3番5番9番になります。そして50万そこそこぐらいですかね。はい7番の根田から動いて6番の谷口は注文つけたいというと構えでしょうけどね。理想は3番手だったでしょうけどこれは大谷君のかというところですか。3番手あこれはふら粘ったこれはだから5番を出させたいけんでも太田が先行に出て2番でも6番は入れてもいいと多分思っててさらに谷口がいた谷口が先行谷口は逃げたくないけんでも前から太田が3番手太田3番手で7番根田は6番手4番恵まれたね。太田スローであるけど荒川が来たよ。6番の谷口が先行ですが出れる中川行ったこんだけ売れんとその名を連れて言い切りかまっている谷口が転生するが9番中川がまくりきりました。2番手の転生力が厳しいねブロックで9番中川が6番の転生になっている9番中川が9番中川が逃げるいや1番いや1番締めよ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 9番1番6番谷口がやっと高いやろこれ大阪たちから6番谷口が1着300番中口が3着です。9番中川が前に出て後ろのもつれもあって1枚か逃げ切りを決めました。1枚か1枚か1枚か2枚か6番谷口が2着でのゴール3番手牽制を見ながらそして並走をしのいだ1番坂口が3着のゴールとなっています。3倍9番中川が今日も機動力を見せました。最終回に入るところいいタイミングで仕掛けてそのまま短期にはなったんですが逃げ切りを決めています。16-1はつくでしょう。6番谷口が大形で2着1番坂口3着で9番6番1番の順となっています。9番中川が今日も機動力を見せて最初に逃げ切って地上は1勝を挙げています。2枚決定までしばらくお待ちください。完璧完璧です。まあ、めもやしでしたここは完璧です。出走表通りでございます。くわ大幅プラス10万いった小林レイ選手でございます。10万はいくでしょう。いった7万5000男性は第9レースの優秀戦10万6000円突破行っています。北日本は88期の5番渡辺回収率は 190% 豆もやしくは 190% 僕は 130% 140% 番番順調ですね順調。6番山下は昨日はライン4番手から10倍ぐらいは行っちゃいだろ。今日は徳島の後ろからの勝負で上がった8番原田が 10.4 倍一旦9番深谷を何パー下がった 25% ぐらい赤番正解1コーナー中段には5番手が上がって深谷は7番手山田に切り替えはありません。行ってくれたらめっちゃいいよ。渡辺が仕掛けた2コーナーからバック渡辺が戻ってこれは行きやすいでしょう。長島が抑えてくれたよ坊さん。ボイちゃんまに行くよ4番手どうも深谷が行きました。入れる気満々よ渡辺めっちゃ
ちゃいいやん、これ。9、3、4、5、1じゃない。ほら、3、9、7、2、4。またそんじゃないんだ。じゃあ、山田山田だよ。ちょっと待って、3、4は寒いな、3、4、5とかは。根性見せろ根性だ。来た来た来た、3、9、4、3、9、4、4、5、踏んだ。3、9、4、9、番かや。そう。番手から軍事、控えられた。3、9、4、3、9、4、2連チャン、1連チャン、1連チャン。ケイリーは勝ちます。ケイリーは勝つな。ケイリーは勝つな。10番深谷が粘って、4番山田も差を詰めてきています。10番深谷が新農杯4日間4万5000円切り競争で非常にファンを沸かす見せ場たっぷりの戦後349になってない。349まで行くか。番手全国体制から349まで行くか。おーが理想杯のように寸前わずかに加えて差し切りを決めています。おお危ないよ。でも439まで大事必要やったよ。いないやったよ。439はやばないですよ。結構ギリだよ。結構ギリだよ。上位は3番軍事、9番深谷、4番山田の順となっています。軍事が番手的中した方おめでとうございます。正面を再切り上げています。決定まで来ますよね。結局他の初めに買ってるね、5000万ぐらい売れてるやつとか叩きに行かないといけないから。第10レースの出場選手は出走表通りでございます。並びの見返しとかめっちゃ大事だったよね。あれ見返しなかったらね、あれ結構重要ポイントやったね。ランクは第10レース特別レースになります。これから選手会行われます。7思い切って切れたのがでかかったね。分かれて出来上がります。近畿の3社結構持ってるだろ。5番村上、7番東口が続いて3番5番7番の順です。853、854、853、小原は短期の選手紹介です。200は余裕でいってるよ。200どころじゃん、250はいってるよ。853たす854たす853、決定です。2560万、1040円。2着266万2400円。2着9番。何でバグっとんすかね、この配信。バグ取りしとったら何ぼか集めたんじゃないですか。バグり配信。マジ昨日競馬なんかせんか配信じゃないですか。そしたらお前仕事変わらんよ。普段お金増えるからどっちの方がいいですか。普段の日常業務と変わらんよ。170円。さっき負けた。違うこと言ったよ。負けるためやってる、勝つためやってないって言ったよ。3番9番200円。いくらになったの払いました。足すなして3番9番160円。3連勝不思議1568万7240円。3番9番4番1020円。俺は決勝で借り取られるわ。3番9番120円。3番4番310円。4番9番540円。以上でございました。いくら14万8800円。はい。